皆さんこんにちは前原市教育長の山本でございます市民の皆様には日頃から前原市教育の推進にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございますさて皆様もご存知の通り新型コロナウイルス感染症対策のため市内小中学校における臨時休業を 令和二年四月十四日から令和二年五月六日まで行ってまいりました。しかしながら、現時点で全国。また、県内の感染状況から。まだまだ先の見通しが立たない状況であり。本市においても臨時休業の期間を令和二年。 5月31日ままで再度延長することにいたしましたしし保護者並びに市民の皆様にはさらなる臨時休業延長ということでご心配とご迷惑をおかけすることになりますがご理解とご協力を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。ここで 今回の臨時休業中における本市の取り組みについて少しお話をさせていただきます基本的な考え方としてこのような厳しい状況であっても学校の公教育としての果たすべき役割に変わりはございません一定水準の保障された学校教育を 推進していくことは教育の機会均等を確保する上で重要な役割を有するものであると考えています文部科学省からも児童生徒の学習を支援するための可能な限りの措置を取るように通知されているところでありますこれを受けまして本市では休業中に 可能な限りの感染症予防の対策を行った上で学校の規模や児童生徒数によって多少頻度は異なりますが分散登校を実施する予定であります臨時休業が長期にわたり体調を崩している子どもたちがいるという話も聞いておりますまた4月 新年度がスタートしたものの学級集団づくりも進んでいない状況でありますそのため学校においては教員自らが健康に留意しまずは子どもたちとの信頼関係づくりを大切にしながら学校再開に向けて児童生徒の規則正しい生活習慣づくりや 心のケア、そして学習を中心とした指導・支援を進めてまいりたいと考えております。このような指導を行う場合に、学校が感染拡大の場となるような事態を避ける必要があります。このことは、学校だけがリスク回避をするだけでは到底、 かなうものではございません保護者を含めた大人社会全体で学校という子どもたちが安心して学べる場づくりを進めていくことが今こそ必要だと感じていますぜひ子どもたちに学びを保障していくという学校の機能が失われることのないよう市民の皆さんに 具体的に次の1つ目は各家庭において一人一人が不要な外出を避けていただき家庭内にウイルスを持ち込まない十分な対策をお願いします。2つ目は家族全体の健康状態の把握のため家族全員の検温を お願いします3つ目は子ども自身や家族に発熱症状や風邪の症状が少しでもある場合には登校の自粛をお願いします投稿できなかった方には個別の対応をさせていただきます4つ目は家族が勤務する職場等での感染状況まで 情報を共有し子どもたちへの感染予防対策をお願いします今の状況で子どもたちだけで安心して学べる環境を作っていくことはできません私たち大人が環境を作っていくべきと考えます少しでも学校における感染リスクを 減らすことができるように市民の皆さんの協力で今回の分散登校の取り組みが成立するものと考えています繰り返しになりますが学校が学校としての機能を失わないようにどうか市民の皆様お一人お一人のご理解とご協力をお願いいたします どうぞよろししくお願い,いたします。なおもし新型コロナウイルス感染症と疑われる症状が現れた方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。